うわあすごいな。チャンネル登録お願いします。皆さんこっちです。ジェイソーリゴブルだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイタースペースジェットコースターの続きになります。前回の動画でこちらのスペースジェットコースターを組み立てました。今回はこちらのスペースフライヤーに組み替えます。スペースジェットコースターの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。それではスペースフライヤーに組み替えます。コースターからスペースフライヤーに組み替えました。ちなみに組み立てにかかった時間は1時間20分かかりました。今回のレゴクリエイターは小さいパーツとかすごいあったので作るのがすごい大変でした。ジェットコースターからこういうスペースフライヤーに組み替えられるのってめちゃめちゃすごいですよね。はい、まずはミニフィグから見ましょう。ちなみにミニフィグなんですけど、基本的に前回組み立てたスペースジェットコースターと一緒なんですけど、服やヘッドパーツとかが入れ替わっております。これが宇宙飛行士で、これが研究員で、この4人は親子になっております。そしてこのスペースフライヤーにはこちらのロボットが付属しております。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。胸にはクリアパーツが使われていて、足はこのようになっております。腕がこのように稼働して、ちょっと強引なんですけど頭部がこんな感じで動きます。はい、続いてはこちらです。ちなみにこちらは遊園地とかでよくある写真撮影の台座になっております。写真台座のこの部分は UFO になっております。ミニフィグを置くとこのようになっていて、ミニフィグが UFO にさらわれそうになっていますね。これはなかなか面白いです。はい、そしてこちらがスペースフライヤーです。ちなみに大きさなんですけど、前回のスペースジェットコースターの3分の2ぐらいの大きさはあります。正面から見るとこんな感じで、横側はこのようになっていて、裏側はこのようになっております。では近くで見ましょう。まずこちらがスペースフライヤー部分です。ちなみにちょっと反射で見えないんですけど、このスペースフライヤーのこの部分は UFO になっていて、中にエイリアンがいます。いや、これなかなか面白いな。そしてこの部分にジェットフライヤーが吊り下がってます。ちなみにジェットフライヤーは2個ついているんですけど、両方とも造形が全く異なります。裏面には炎のエフェクトがあるので、ジェット機が飛んでるように見えます。ちなみにもう片方はこのようになっていて、もう一個の方は白主体だったのに対して、こちらはブラックが使われていてスペースジェット機みたいになっております。で、僕これすごいなと思ったのが、この UFO の下はなんとこのようになっております。これは車になっていて、車が UFO に連れて行かれてるところを再現しております。いや、これめちゃくちゃよく作られていますね。ちなみに車の造形はこのようになっていて、結構簡単な作りになっております。そして前回のスペースジェットコースターでも良かった看板もしっかりと再現されております。はい、続いてこちらが乗り場になっております。乗り場については前回のスペースジェットコースターと、まあ基本的には若干似ておりますね。この部分がライトブロックになっていて、ここを押すと、はい、このように光ります。ちなみにミニフィグ視点だとこのように光ります。あー、なんかこれ宇宙基地っぽくて僕めちゃくちゃ好きです。ちょっとここにミニフィグを立たせて光らせます。おー、これめちゃめちゃ雰囲気出ますね。素晴らしいです。上側にはパラボナアンテナがついております。そしてここがスペースフライヤーの乗り場です。ちなみに乗り場はどのようになっているのかというと、この根元がヒンジになっていて、ここを倒すとここまで稼働します。で、ここからスペースフライヤーに乗り込む感じです。こういう造形もしっかりされているところがさすがレゴクリエイターだと思います。はい、ではミニフィグをスペースフライヤーに乗せたいと思います。こんな感じで登っていって、ここに乗せます。ちなみに乗せる際は腕をここまで上げて、あとは押し込みます。
ちなみにこれパーツとかで止めてるのじゃなくて、このように乗せてるだけです。じゃあ反対側は女の子のミニフィグを乗せます。はい、ではミニフィグを座らせましたので回転させたいと思います。では動かします。おお、結構回転しますね。これは結構面白いな。ちなみに回転なんですけど結構滑らかに動きます。これテクニックパーツ持ってる人はこれ全自動化させたらもっとすごいことになると思いますねじゃあちょっと激しめに回転させます。うわーすごいな。これでミニフィグ落ちないってすごいですよね。あ、そうそう、言い忘れてたんですけど、スペースフライヤーを動かすときはこの乗り場は立てておきます。そうしないとこの部分が当たって壊れちゃいます。はい、今回作ったミニフィグを全部並べるとこんな感じです。僕はこのスペースフライヤーでお気に入りの部分はこの UFO の部分と、この UFO に連れて行かれる車がめちゃくちゃよく作られていて僕はすごい好きです。ちなみに余談なんですけど、今回作ったこのスペースフライヤーなんですけど、前回のジェットコースターのレールとコースターパーツは丸々余ってしまいます。それ考えたら4年前に作った海賊のローラーコースターは2、3作品ともにレールパーツやコースターパーツを使っていて、レールパーツの工夫がしっかりされていたところがすごい良かったんですけど、今回のレゴクリエイターはレールパーツやコースターパーツは丸々余っちゃうので、僕的に言えばまあちょっとせめてレールパーツの一部とかは使ってほしかったなって思います。はい、レゴクリエイタースペースジェットコースターのスペースフライヤーはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースペースジェットコースタースペースジェットフライヤーに組み替えてレビューしてみました。まずこのスペースフライヤーも前回のジェットコースターと一緒でパーツがたくさん使われていますので、宇宙船や UFO の造形がすごいよく作られていてとてもいいと思いました。僕はこの看板部分とこの UFO 部分と UFO に連れ去られる車がすごいよく作られているのでとてもいいと思いました。次の動画ではこちらのスペースフリーフォールに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ